インターネットテレビウィル増刊号デスクの山根です。本日は前回に引き続きジャーナリストの山口紀之さんをお招きしております。よろしくお願いします。お願いします。前回はその今アメリカにこう生まれている社会の分断についてお聞きしたんですが、その分断を作った、あるいはその分断をより深刻化させたキープレイヤーとしてメディアっていうのがあると思うんですが、山口さんそのあたりどう思われますか？まずはその日本の状況とアメリカの状況を分けて見る必要があると思うんですが、まずアメリカについて言うと、メディアっていうと新聞で、アメリカ結構ラジオって大事なんですね。アメリカ新聞、ラジオ、テレビ、それからインターネット、SNS ですよね。この4つが媒体としてあるとした時に、新聞のテレビはとラジオもそうなんですけど、いわゆるフェアネス・ドクトリンといって公平公正であることを求められてないんですね、アメリカは。だから完全にどっち側ですということをもう標榜して構わないということで、その NBC とか、あとCBS とか、ああいうところはもう完全に民主党支持、もう明確にしてますね、CNN なんかも。で、どちらかというと保守寄りと言われていた FOX も今回の大統領選では、番組によって違うんですけど、キャスターによって違うんですけど、マジョリティはもう反トランプ的な、論調が増えました。去年、一昨年から増えてたけど、例えば最初の大統領討論会の司会をしたキャスターは、もう民主党支持者なんですね。クルーズ船に乗ってるとことかもバンバン取られてて、みんな知ってるんです。で、ということで、その4大ネットワーク CBS、CNN、NBC、FOX、これみんなが実質反トランプ、でそのほとんどが、民主党支持になってしまった時に、本来フェアネス・ドクトリンというのをやめた時には、これ資本主義の論理で、左ばかりにならないよねと、だったら右のところが経営がしやすくなるはずだから、中長期的にバランスの取れたテレビの媒体としてのバランスが取れるはずだというのがフェアネス・ドクトリンを置かないで済んできた背景だったんだけど、今年についてはもう完全にもう反トランプ一色になっちゃった。ということは、そのアメリカが、いわゆるその見えざる手っていうんですか、いわゆる資本主義の根本論理のところで、少なくともメディアは構造的に敗北しちゃったんですよね。これね、向こうでテレビ見てもひどい、もうね、ちょっと日本もひどいんだけど、言語道断っていうのかな、もう呆れて物も言えないぐらいトランプの人格否定とか、例えばね、この就任式の放送を僕はずっと CNN の嫌だけど見てたんですけど、デラウェアの自宅を出る時に、バイデンがちょっとこううるっとしたんですよ。それ7年前に死んだボー・バイデンというね、息子の話をしてうるっとして、その時に CNN のキャスターが何て言ったかというと、バイデンという人は人間の心を持っていますと、その有権者に寄り添うことのできる人ですと、片やトランプはこういう時に絶対に泣かない、なぜかというと人間の心を持っていないからですって中継で喋るんですよ。なんか気持ち悪いですね。それって僕はもう逆効果なんじゃないかなと思うんだけど、やっぱり彼らは自分たちは洗脳装置だと思ってて、トランプっていうのは人間のクズなんだと4年間伝え続けたんですね。それからその選挙区制についても宣誓付き証明書を出して訴訟になってるものを含めて、CNN とかニューヨーク・タイムズとかはベースレスって言ってね、ベースってその根拠なしって今はもう枕言葉で言ってるんですね。選挙区制は全く根拠がない。根拠あるんですよ。だって供述書で訴訟今やってんだから、その一線を踏み越えちゃったという意味では、アメリカのシステム的敗北ですよね。ちゃんとしたことを伝えられないんだもん。今回その大統領選をめぐっては、いろんなこう噂であるとか、不確かな情報っていうのが飛び交ってたじゃないですか。で背景にもやっぱりその既存メディア、大手メディアへの不信っていうの、その反動がやっぱりあるんですかね。当然その、先ほど言った4つのいわゆるメインストリームの媒体のうちの SNS では、そのこれおかしいよねという声はそもそもメディアに対してあったから、ところが大手メディアの伝えることはもう反トランプのことばっかりだというところまでみんな気がついて、そうすると大手メディア自体は全く信用できないというふうにちょっと論が深まっちゃったんですね。そうすると大手メディアの言うことを全否定する先に、じゃあ真実はどこにあるんだっていう改善のない旅に出ちゃった、SNS 自体が、そうすると例えばペロシ議長が逮捕されたとか、それからそのジーナ・ハスペルっていう CIA の長官が負傷してグアンタナモ基地にいるとか、からオバマ前大統領が逮捕されたとか、その言ったもん勝ちのフェイクのニュースも歯止めが効かなくなっちゃったんですよね。一番得したのは大手メディアなんですよ。ほらネットダメじゃんって、だからそこにはそこをファクトチェックと称してガセネタを流すリベラルの人もいた。全体として保守系がの言論そのものがその信用性を失ってしまった、だこれもね、リベラルサイドの戦略勝ちなんですよね、僕から見てると。非常に残念だけど、大きないかさまなことをつぶやいてる、そのアカウントが本当かすらわからないのに、例えばそのトランプ大統領側の弁護士が言ってるから間違いないんだって言って、就任式の後も実は大逆転があるんだ、数百人逮捕されるんだ、これアメリカの政治が分かってれば1月6日に議会が大統領選の結果を承認した段階で大統領選は終わりなんです。ただそういう今までは大手メディアが山根さんが前におっしゃったようにちゃんと取材するだろうと、不正はちゃんと取材するよね、それから大手メディアが言うことは大きな嘘はないだろうという、この2つで、そのいかさまな情報をはじくための情報の裁判官みたいな役割は実は大手メディアが担ってたのに、その行司がいなくなって相撲を見てたのにもうプロレスみたいになっちゃったんですね。だから何でもありになっちゃった、いわゆるバトルロワイヤル状態になっちゃったのは、これは日本ももう悪い例としてね、深くその研究してああならないようにしないといけないですよね。でその山口さんに取材されたそのアメリカっていうのは非常にこう殺伐とした様子なんですけども、その中でデイリー・ビル・オンラインでも書かれてましたけど、唯一の癒しがあったと。それはまさにメディアがね、そのテレビもうね CNN、NBC、CBS もうね見てらんないんです、もう心が痛いんですね、それはもうトランプさんかわいそうじゃなくて、メディアとして死んじゃってるんですよ、ジャーナリズムが全くないんですね、例えば広島ファンだったら、広島ファンが阪神ファンがバカだって言ってるじゃないですか、ああいう感じなんですね広島ファンの人を文句言ってんじゃなくて、そのレベルなんですよ。その感情的になっちゃいますね、どうしても。それが CNN のニュースとして、CBS のメインニュースとして、個人を根拠なく罵倒してる、そうするとね私の心もすさんできて、で街に取材に行くと黒人がその大通りを占拠してね、BLM って叫んでるわけですね、でまた心がなんか悲しくなるじゃないですか、で本屋さんに行くと、まずコロナでガラガラ、それからいろんな主張の本があって、メディアが死んでるっていうタイトルもあるし、トランプは左翼をぶちかまして勝つっていう本があったり、で、向こう側の本もあるんですね、バイデン側の本もあって、でその本は佇んでるけど噛みついてこないじゃないですか。もうそこにあるだけ、そこにあるだけ、こう植物のように生えてるだけだから癒しであり安全地帯なんですね、本屋って情報の宝庫なんだけど、でこれ今日例えば一冊持ってきたんですけど、これ「ユナイテッド・ステイツ・オブ・ソーシャリズム」という本。これはそのここに出てる人はね、これそのバーニー・サンダースだったりオカシオ・コルテスだったり、エリザベス・ウォーレンだったり、これがもういわゆる日本ではねいないぐらいもうアメリカ政治のメインストリーマーなんですね、大統領選に出てくる人たちだから。でこういう人たちが音もなくアメリカという反共の帝国だったのに、こいつらが入ってきて、アメリカをめちゃくちゃにしようとしているという本なんですね。日本語訳するとアメリカ社会主義合衆国、でもね中身はちょっとかなり煽りが多いんだけど、タイトルと危機感は僕は非常に正しいと思う、まだ半分ぐらいしか読んでないんですけど、でこういう本もある、で、少なくともネットでペロシ議長が逮捕されたみたいな、誰かがつぶやいて一気に拡散されるいわゆる脊髄反射みたいな情報とは違う、この人もね、ダウザっていう人が顔写真付きでこうやってその、まあ、命をかけて、顔を晒してこういう本を書いている、情報としてのクレディビリティが、もはやインターネットとかいわゆるテレビニュースよりも、はるかに情報の信頼味が違うので、本屋行くとね、もう本当に癒されるんですよね。僕と意見が違うことを書いてあったとしても、真剣に書いてるから、浮ついてないっていうのかな、だから今回は何回行ったかな、もうほぼもう2日に1遍ぐらい本屋行っては、もうつい買っちゃうんですけど、だからもう今もうこんなに買ってきたのを今毎日読んでるところなんですけど、やっぱりその情報の質、から誰がどれだけのリサーチをして、どれだけのリスクを取って書いてるのかっていうところを、まず本については他の情報よりもはるかにトレースしやすいですよね。で、一番私はショッキングだったのは、その本屋でもこういう「ソーシャリズム」というタイトルの本がめちゃめちゃ増えたんですね。それは、まあ、これはそのソーシャリズムに対して、まあ、警鐘を鳴らす本ですけれども、これはそうです。逆もあるんですか？逆もあります。逆も今日は持ってきてないんですが、デイリー・ウィールオンラインでは前回書いた中で「ソーシャリズム・アウェイクニング」っていう本、これもね、非常にこれね、社会主義なんていうかな、共産主義者が書いてるんです、アメリカの。ただちゃんとした本なんですよ。なぜ、そのソーシャリズムはアメリカで受け入れられつつあるのかという本なんですね。で、ミソはコミュニズムって言わないんですね、ソーシャリズムって言うんですよ。そう、 SNS の S ってソーシャルじゃないですか。アメリカでそのソーシャルっていうのは付き合うとかね、その人付き合い、ゴーソーシャルっていう、ソーシャライズとか、そうですね。で、そういうその本当はコミュニズムなんですよ。だけどソーシャリズムというこの単語の悪い感じを、僕らは大体ソ連とかね、いわゆる独裁とか人権抑圧みたいのを社会主義って直感的に思うじゃないですか。これね、すごく薄めようとしてて、それ成功しちゃってるんですよね。で、特に民主党の政策なんかはもう、例えばオバマケアもそうだけど、非常に社会主義的、で日本はうまくいった社会主義だっていう人もいるけど、アメリカはまずこのイメージ戦略から入ってきてる。そうすると今ね、調べたらアメリカの本屋、そこの、まあ、バーンズ&ノーブルっていう一番大きなチェーン店のソーシャリズムとかソーシャルっていうこういう政治系の本で、それが社会主義共産主義がついてるタイトル7割がね、この2年間に発刊されてるんですね。少なくともアウェイクニングであり、浸透しつつあって、反共の帝国の足元からそれを許容する空気が生まれてるということは、癒しの空間の本屋でもある種の、まあ、恐怖として感じつつありますよね。その売れ行きってどうなんでしょうか。どっちの方が売れてるんですかね。あんま売れてないそうです、本屋さんに聞いたら。並べてはあるんだけど、で大統領選の間しか政治本売れないから、いっぱい出してるんだけど、それほど売れてなくて、買ってく人は、その何冊かまとめて買って配る人は買うけど、さすがにね、大量に売れるってことではないみたい。ただもっと悲惨なのは、トランプは左翼をぶったたいて勝つみたいなやつはもう叩き売りなんですね。5割引きとかで売ってるの。まあもう期限が過ぎちゃいましたから。それはもうだから、もうね、いわゆるそういうことが、その圧倒的にアメリカを凌駕しているというよりは、いろんな努力をして本を出す人もいれば、その政治家の中でもそういう人が増えてったり、で BLM に名前を借りた中国からその資金援助をしてもらった団体が警察を解体しろという、これは社会を創造させて共産主義革命を起こそうという第一ステージですから、だからそういう意味では、彼らなりの努力が本屋にも到達してるよね。ただ大量に売れてないのがまだ救いってことですよね。ただね、例えばここにいるこのコルテスの本を、自伝が出てるんだけど、これは売れてるんですよ。彼女はやっぱ美人だし、なんていうか喋りもうまいし、で言ってることは極左なんですね。だからこういう人がその逆ジャンヌ・ダルクみたいになりかねないというのは、本屋でもまあなんていうかな、これは売れてますねって言ってましたね。どうですかね、アメリカのその大統領が退任した後って暴露本というか、まあ自伝書くじゃないですか。はい、トランプさんも自伝まあ書くですかね。どうでしょう。トランプさんの場合は、ええ、在任中にいろんな人が暴露本いっぱい書いちゃったんですよね。もう暴露することがない。自分で暴露することね、実はあんまないんじゃないかっていうのは僕のそれからレイジっていうね、これこれ2冊目となる有名なボブ・ウッドワードっていう人が、トランプずっとホワイトハウスに入り浸って、いろんなやり取りをして、2冊目の「レイジ」っていうの書いてる、もうこれでねほぼ出尽くしてますね。あとボルトンの本、であれで僕が興味のあるような話はほとんど出ちゃったので、トランプさん書くとしたらね、もっとねこう未来に寄せた本を書く。だとしたら売れると思いますね。7500万人の投票者に向けて、新しい旅の始まりですと言ってホワイトハウスを去った、そこに入れてくるとすると、新しい共和主義のいわゆる伝道師のような、それだったら読んでみたいなと思いますね。ちょっと山口さんインタビュアーでやりたいですね。それじゃあちょっと携帯とか教えてください。僕はトランプの携帯知らないから。山口さんの人脈なのもしかしたらと思ってしまうところがあれですけど、フロリダに引っ込んで、要するにニューヨークを引き払ったっていうのも結構大きくてね、それからやっぱりこの辞めるまでの1週間にポンペオとトランプがやったことっていうのは非常に戦略的だから、決してそのもう老後をねその民間人として過ごすということでは決してないと思うので、要するに彼が怖いから議会の議事堂の襲撃事件もあれステージなんていうかな、仕込まれたという人すらいるんだけど、確かにユタ州で逮捕されてますよね、アンティファの幹部が。それからただもう一つ僕らはっきり見なきゃいけないのは、ジョージア州の共和党の議員も逮捕されてる。だから両方入ってたんです。ただ、トランプの7500万票に対する恐怖がなければ、もうやめるって分かってる人の弾劾をやろうとかね、ペロシが言わないでしょ。だからそれは白川さんも書いてたけど、議事堂襲撃事件によってかなり力をそがれたものの、トランプというブランドはね、傷ついてもやっぱりそのフェイクも含めてネットの支持っていうのは圧倒的ですから、それを彼がどう糾合していくかっていうのは、決して無視できる人ではないと僕は思いますけどね。ということで、今後も、トランプさんの言動に注目していきたいと思います。ありがとうございました。